まずはディスコードを語る上で絶対に欠かせない存在であるティーンアイドルスからこちらは80年4月に撮られたデモからストゥージーズのノーファンのカバーを含む3曲を使用しています デモに収録されたものの、フレックス・ユア・ヘッドに使われなかった一曲は96年にディスコード100作目を記念してリリースされたティーン・アイドルズのアニバーサリーというシングルに収録されました。正直、バンドの演奏としてはマイナーディスターバンスの方がノリが出ているかなとは思います。続いて、アンタッチャブルズ。 イアンの実定、アレック・マッカイが在籍していたり、かのソニック・ユースにカバーされたり、後にフェイスに発展していくことからぶっちゃけ過大評価されていると思うんですが、いかがでしょうか。そんなにすごいバンドとは思わないですね。こちらも3曲収録しています。3バンド目、S ・ O ・ A ことステート・オブ・アラート。 ボーカルは後にヘンリー・ロリンズと改名し、ブラックフラッグの4代目ボーカリストとして加入するヘンリー・ガーフィールド。90年代には自身のソロユニットから発展したロリンズバンドで成功を収めました。 ブラックフラッグやハードコアに関して無知のあるヘビーロック、ニューメタル系の音楽評論家がブラックフラッグのリユニオンにロリンズがいなくてがっかりと発言して炎上したこともありました。それくらい、ヘンリーは知名度ではこの界隈では群を抜きます。ちなみに、炎上の理由について補足します。 ブラックフラッグのどのボーカルが好きかというのに意見は分かれても、ブラックフラッグのファンであればグレッグ・ギンのバンドであることを誰もが理解しています。ギンのいないブラックフラッグなんか、リッチー・ブラックモアのいないレインボー、あるいはヘンリーのいないロリンズ・バンドみたいなもんです。 ともあれ、ヘンリー自身も音楽からの撤退を表明し今では俳優や司会業で知られるようになりましたが、彼の原点は DC のハードコアシーンのステート・オブ・アラートというバンドでした。もともとはステート・オブ・アラートの前身はエクストーツというハードコアバンドでしたが、マイナースレッドがボーカルのライル・プレスラーをギタリストとして引き抜き、 そこに、イアンの友人であったヘンリーが穴を埋めるように加入しました。ヘンリー自身友人ながらイアンへの対抗意識バリバリで、ステートオブアラートのリリースを渋るイアンに、レコーディング費用、プレス費用を肩代わりする条件でマイナースレッドよりお先にディスコード第2弾としてリリースを果たしています。 こちらの SOA ですが、いわゆる DC らしさというのはあまりなく、デトロイトのネガティブアプローチにも通じるタフでストロングなハードコアですね。楽曲自体は後に紹介するアーティフィシャルピースくらいスノッティーなクソガキ感がありますが、ザ・ハードコアなヘンリーのボーカルスタイルが後のニューヨークハードコアなんかに与えた影響は大きいんじゃないでしょうか。 ここらでお気づきの方もいるかもしれませんが、私、こういうアメリカンハードコアのタフでストロングな側面って大好きでして。バンドで言うとネガティブアプローチ、ネガティブ FX、ソサエティシステムでコントロール、初期のアグノスティックフロント、ボストンのデスウィッシュ、コネティカットのリフレックスフロムペインとか、そのあたりですね。 s, s o, a 自体、マイナースレッドに比べるとそんな大したバンドではないですけど、私の思考的にどうしてもひいきしたくなるバンドであります。そしてマイナースレッド。新内登場って感じですね。まあ、マイナースレッドは単独作も取り上げますんで、詳しくはその時に解説しますが、ここでワイヤーのカバーを取り上げているのが大きなポイントです。 イギリスではですね、初期パンク以降の一番太い流れとして、ニューウェーブとかポストパンクがありました。ここで、ニューウェーブとポストパンクってどう違うのという疑問に一言でお答えします。パンク以降ロック的、バンド的な価値観からの脱却を目指したのがニューウェーブです。 ワイヤーの言葉を借りると、ロックでなければ何でもいいので、その中にはきらびやかなビデオクリップが MTV で流れるシンセポップとかニューロマンティックもあれば、実験的な電子音楽もあります。あるいは、携帯はバンドでもパンクの流れでブルーズの要素を削ぎ落として、かつパンクほどアグレッシブではない聞きやすい音を目指した一派もありました。パワーポップですね。 そういった色々あるニューウェーブの中でも、実験性とかアーティスティックな表現に重きを置いているのがポストパンクです。俺らロックンローラーではないけど、言うてもパンクスだぜ。音楽産業のケツなんか舐めれっかよという気概とか気骨のあるニューウェーブがポストパンクと言えます。 皆さん、パンクの次に来たのがハードコアだと漠然と思っているかもしれませんが、一般的にはニューウェーブが一番太い流れでした。ハードコアというと、少なくともイギリスでは、時代はニューウェーブなのにまだパンクやってる奴ら、と受け止められていました。パンクスノットデッドってやつですね。 そして、イギリスの音楽メディアの報道や音楽観をコピペしていただけの日本の洋楽メディアも同様の見方をしていました。ところが、アメリカではハードコアパンクもポストパンクも同様にパンク以降の流れとして受け入れられてたんですね。推測でしかないですが、やはりアメリカ人ってイギリスのカルチャーへの憧れが強いんですね。 彼らにとってはハードコアもオイもポストパンクも憧れの舶来文化、欧州文化と受け止めていたのかもしれません。日本でも田舎の人はイメージしやすいと思うんですが田舎のヤンキーって視野が狭くて地元にしか興味ない同調圧力強くて押しつけがましいですよね。 ヤンキーとはよく言ったもので、彼らのメンタリティってヤンキーそのものなんですね。で、アメリカって国そのものが田舎なんで、それがもっと強烈になったような世界です。周りに馴染めないアメリカ人にとって、現実逃避できる世界がイギリスのカルチャーだったのではないでしょうか。 ともあれ、このポストパンクとハードコアパンクという二面性が、後々の DC のシーンの変遷をリードしていくことになりますが、これについてはまたいずれ。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はご自由にどうぞ。皆さんにお願いがございます。動画作成にあたり、読み上げ AI 動画作成ソフトは有料のものを使用しています。 動画作成には、パソコンもそれなりのスペックのゲーミングを使用してより、コストがかかっています。この動画が面白い、役に立つなと思った方は投げ銭をいただけると助かります。もしくは、私が運営しているオンラインレコード店でお買い物していただくのも、助けになります。よろしくお願いします。